この動画では上腕二頭筋長頭腱の脱臼と亜脱臼の画像診断について説明していきます。肩関節の MRI では棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋などのローテーターカフ以外にも上腕二頭筋長頭腱に注目することが大切です。上腕二頭筋長頭腱は時に脱臼や亜脱臼などをしている場合があり、そのような病態について知ることを今回の目標にしたいと思います。そのためには周辺組織との関連についてしっかりと知ること、さらに滑車病変やヘドンリージョンなどについても詳しく解説していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて解説していますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それではまず今回のテーマである上腕二頭筋長頭腱とそれを支えている組織について見ていきたいと思います。色をつけた部分が力こぶの筋肉にあたる上腕二頭筋の長頭で、上の方向を見てみるとこの部分で肩甲骨関節下の上側の部分、関節上結節という付近から伸びていることがわかります。また上腕二頭筋長頭腱は非常に長い腱となっていますけれども、この上腕骨頭のこの部分で非常に急にくるっと回っており、滑車のような構造をしていますけれども、この部分を上腕二頭筋長頭腱滑車、バイセプスプーリーと言います。周辺の組織について見てみると、まず、小結節に付着している肩甲下筋、大結節の付着部、大脊結節を付着部とする棘上筋の間を走行していることがわかります。棘上筋と肩甲下筋、さらにこの右後突起に挟まれたこのスペースのことを腱板側部と言います。上腕二頭筋長頭腱はこの腱板側部の部分を走っており、小結節と大結節の間の結節間隔を走っています。さらに周辺の組織について見てみると、こちらに横横上腕靭帯と呼ばれる靭帯があり、この靭帯によって長頭腱が脱臼するのを防いでいます。また、ここからは関節内に入っていることがわかりますけれども、上腕二頭筋長頭腱を下支えする組織として、関節包のひだにあたる上関節上腕靭帯、また、右後突起の基部から上腕骨頭に伸びている右後上腕靭帯があります。これらの周辺組織によって、上腕二頭筋長頭腱は脱臼や亜脱臼をしないという安定性を持っているわけです。結節間隔を走る上腕二頭筋長頭腱、それを下支えする組織として筋肉は肩甲下筋と棘上筋、靭帯は横横上腕靭帯、上関節上腕靭帯、右後上腕靭帯などの解剖構造についてイメージできるように確認していただけたらと思います。続いて上腕二頭筋長頭腱の安定性について見ていきたいと思います。上腕二頭筋長頭腱は英語でロングヘッドオブバイセプスブラキアイということで LHB とこの動画では略させていただきます。上腕二頭筋長頭腱が脱臼や亜脱臼などを起こさないように安定性を高めるためには腱板側部と滑車に注目することが大切です。具体的には肩甲下筋腱、棘上筋腱、上関節上腕靭帯 SGHL、右後上腕靭帯 CHL、横横上腕靭帯などが支えています。こちらは関節造影の視上なんですけれども、このアスタリスクに対応する部分が上腕二頭筋長頭腱で、右後突起側でこのように下支えしている組織として上関節上腕靭帯があります。また上側で覆っているものとして右後上腕靭帯があります。こちらの横断像のイラスト像では、この部分に上腕二頭筋長頭腱 LHB があり、肩甲下筋腱のこの部分がこっち側に脱臼しないように支えています。また、右後上腕靭帯については、上腕骨に付着するところとして非常に広い範囲で付着していますけれども、小結節で付着している部分を内側右後上腕靭帯、大結節側に付着している部分を外側右後上腕靭帯と言います。この内側については内側右後上腕靭帯と上関節上腕靭帯が複合体となっており、こっち側に脱臼するのを防いでいます。こちらの解剖図でも、LHB がこの部分にあり、肩甲下筋と棘上筋がありますけれども、肩甲下筋側、つまり小結節側が内側右後上腕靭帯となっており、上関節上腕靭帯と複合体となっており、この部分がこのように脱臼するのを防いでいます。こっち側に関しては、棘上筋腱と大結節側の付着部の外側右後上腕靭帯が支えているという構造になっています。このように、支持組織があるため、上腕二頭筋長頭腱が脱臼や亜脱臼を起こした際には、これらの周辺組織が損傷しているということを病態的に理解することが大切です。
それでは症例を見ていきたいと思います。38歳女性で継続する右肩痛の症例です。 T2 スター強調画像の横断像で上腕二頭筋長頭腱 LHB は通常この辺りになると思われますけれども、内側に変異しており、この肩甲下筋腱の付着部に食い込んでいることがわかります。脂肪抑制の T2 強調画像でも通常あるこの滑車の部分が内側に変異していることがわかります。また別のスライスではこの部分に肩甲下筋腱の付着部がありますけれども、その部分で断裂が起き関節液が流入していることが見受けられます。 T2 強調画像の視上段でも肩甲下筋腱の付着部、さらにこの腱板側部の部分に関節液が流入しており、腱板側部の損傷も合併しているものと考えられます。このような上腕二頭筋長頭腱の正常ある位置よりも内側に変異し、この滑車の部分に病変が起こることを滑車病変、プーリーリージョンと言います。通常はこの上腕二頭筋長頭腱の滑車というのは上腕骨頭を押さえつけて脱臼するのを防ぐ役割をしていますけれども、それがずれ込むことによって肩甲下筋腱が新たな滑車となってしまいます。それによって肩甲下筋腱にも損傷が起こり、さらに腱板側部にも病変が及ぶというメカニズムとなっています。またこの肩甲下筋腱の付着部などについては関節鏡では非常に観察しづらい位置となっており、このような病変のことを隠れた病変、ヒドゥンリージョンと言います。上腕二頭筋長頭腱 LHB の亜脱臼と脱臼に関してですが、こちらは亜脱臼の症例で結節管孔上部で横断像で観察すると長頭腱の一部のみが結節管孔からはみ出すことと定義されています。こちらはもう少し進んで脱臼の症例ですが、上腕二頭筋長頭腱が結節管孔から外れる病態と定義されています。このような不安定性を理解するためには、先ほど説明したように腱板側部と上腕二頭筋長頭腱滑車の解剖構造を理解することが大切です。これらの解剖構造についてはこれらの肩関節の動画で詳しく解説していますので、より深く正常解剖を理解したい方はこれらの動画もぜひご覧いただけたらと思います。周辺の組織について考えると、長頭腱が結節管孔から脱臼して関節外に存在するということは必然的に上関節上腕靭帯などの関節包の破綻も伴います。また周辺組織で上腕二頭筋長頭腱と関連が特に深いものとして肩甲下筋腱がありますけれども、こちらは肩甲下筋腱との位置関係を示した図で、長頭腱がこちら側に脱臼するとこの部分に接しているということがわかります。長頭腱が肩甲下筋腱の外側に脱臼した場合、通常は上腕骨頭が滑車部分となっていますけれども、このようになってしまうと肩甲下筋腱が新たな滑車部分となってしまうため、遅かれ早かれ肩甲下筋腱の断裂を伴うことになっています。上腕二頭筋長頭腱と肩甲下筋腱の位置関係は非常に大切です。上腕二頭筋長頭腱が屈曲する滑車部分の損傷のことを長頭腱滑車損傷、プーリーリージョンと言います。運動選手の投球動作、職業上の反復的な上肢の挙上、肩関節の伸展や最大外転内転移、後方への転倒時に手や肘の上に倒れ込むなどの外傷や変性などによって長頭腱滑車損傷をきたすとされています。長頭腱滑車損傷の原因の一つであり重要なものにインピンジメント症候群があります。インピンジメントとは衝突という意味があり、周辺組織と摩擦刺激を受けたり手を上げたり動かしたりするためにその部分と機械的ストレスを繰り返すことによって損傷することを言います。長頭腱滑車損傷の原因となるインピンジメントには肩峰下インピンジメントと前上方インピンジメントの2つが提唱されています。肩峰下インピンジメントに関しては棘上筋腱の損傷の原理の一つですけれども、棘上筋腱は下側には上腕骨頭、上側には肩峰や右甲肩峰靭帯などの右甲肩峰アーチと言われる硬い構造物があり、上にも下にも硬い構造物があるため手を上げるためにこの部分が挟み込まれて機械的刺激、つまりインピンジメントを受けて損傷するという原理です。上腕二頭筋長頭もこの棘上筋腱の付近を走行している部分があるため同時に損傷を受ける可能性があると言われています。前上方インピンジメントに関しては上腕骨を屈曲しながら内転した際にこの肩甲下筋の関節方面と長頭腱の滑車がこの部分の関節の上側の部分に挟み込まれて生じると言われています。このようなインピンジメントによって
損傷するというのが超頭筋滑車損傷となります。上腕二頭筋超頭筋滑車の損傷を関節鏡で分類した分類としてベネット分類があります。こちらの分類では肩甲下筋腱の上方繊維に断裂が起き、上腕二頭筋超頭筋 LHB が内側にアタッキューしたものをタイプ1、内側の右甲上腕靭帯と上関節上腕靭帯に断裂が起き LHB の内側脱臼が起きたものをタイプ2、肩甲下筋腱の上方繊維の断裂が起き内側の右甲上腕靭帯上関節上腕靭帯の断裂がさらに起き LHB がこのように内側に完全に脱臼してしまったものをタイプ3、外側の右甲上腕靭帯に断裂が起きこのように LHB が前側から脱臼したものをタイプ4、そして肩甲下筋腱の上方繊維、内側の右甲上腕靭帯と上関節上腕靭帯、さらに外側の右甲上腕靭帯に断裂が起き LHB が内側もしくは前方から完全に脱臼してしまったものをタイプ5とする分類です。こちらのベネット分類は上関節上腕靭帯、右甲上腕靭帯、肩甲下筋腱を含む病変に基づいた分類で関節鏡での分類として非常に重要な分類です。ベネット分類は関節鏡に基づく分類ですが、画像診断に応用されることが多い分類としてハブマイヤーの分類があります。この分類は上腕二頭筋長頭腱が結節間孔から逸脱する際にはこの下支えになっている上関節上腕靭帯の損傷が起きて逸脱するということで上関節上腕靭帯の重要性に基づいた分類となります。上関節上腕靭帯の単独病変をパターン1、上関節上腕靭帯と棘上筋腱の関節包束の部分断裂を伴ったものをパターン2、上関節上腕靭帯と肩甲下筋腱のこの深部繊維の断裂を伴ったものをパターン3、そして上関節上腕靭帯、棘上筋腱、肩甲下筋腱いずれも損傷したものをパターン4とする分類です。上腕二頭筋長頭腱の脱臼や脱臼を見た際には肩甲下筋との関連を意識することが重要です。正常な画像ではこの小結節というのは肩甲下筋腱の停止部に覆われていますけれども、この部分に上腕二頭筋長頭腱があること自体がこの肩甲下筋腱の停止部の剥離を示唆する所見となります。このような滑車病変の中で肩甲下筋の上部、この部分を舌部と言いますけれども、この舌部の損傷は関節鏡検査では診断が困難であるため、隠れた病変、ヒドゥンリージョンと呼ばれています。関節鏡で診断が困難である分、MRI が非常に重要な役割を果たしている疾患ということになります。上腕二頭筋長頭腱が完全に脱臼して肩甲下筋の内側へ移動する症例があります。こちらの症例は本来ある位置から脱臼して、関節内まで上腕二頭筋長頭腱が移動してしまっていますけれども、この位置に上腕二頭筋長頭腱が移動するためにはこの肩甲下筋腱の壁をぶち破って入り込む必要があるため、この段階ですでに肩甲下筋腱の断裂を伴っているということがわかります。また下支えになっている上関節上腕靭帯の損傷も示唆され、仮に単純な MRI で情報が少なくてもこのような解剖的な位置構造を理解することによってどのような病態になっているのかをイメージできることが大切です。こちらは上腕二頭筋長頭腱の脱臼と亜脱臼が起きた際の肩甲下筋の損傷についてパターン別で分けたものです。最初の症例は LHB が内側に脱臼していますけれども、この小結節の付着部の間に食い込み相関剥離のような状態となっており、さらにこの大結節に付着している前側の筋膜については損傷がない病態を表しています。2つ目のパターンは小結節の付着部をこのように剥離しながら脱臼しますけれども、前側の筋膜に関しては損傷がないパターンです。3つ目は小結節の付着部を完全に断裂し、さらにこの筋膜についても断裂がを起こすパターン、4つ目は肩甲下筋腱が影響の脱臼ではなく棘上筋や外側の右甲上腕靭帯の損傷が原因で脱臼し、このように肩甲下筋腱は損傷なくこのように乗っかるように脱臼しているというパターンなどがあります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は上腕二頭筋長頭腱 LHB の脱臼と亜脱臼についてまとめさせていただきました。そのような脱臼や亜脱臼などの不安定性が生じるためには周辺の組織が損傷しており LHB の C 組織との関連を理解することが重要でした。
特に上関節上腕靭帯、肩甲下筋腱、棘上筋腱、右甲上腕靭帯が重要でした。病態からある程度損傷部位を推測することができるので、どのような病態になっているのか画像を見て考える習慣をつけることが大切だと思います。また内視鏡でのベネット分類や画像診断に応用されることが多いハバマイヤー分類について説明させていただきました。 MRI では関節鏡で指摘困難なヒドゥンリージョンを検出することが重要で、それらを確実に検出できるように丁寧な画像を撮影することが放射線技師としては大切だと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。